けんね。間違いすぎた。いや、どう、皆さんどう思います。ほら、ストリートダンスの世界、バテなきゃ OK 説っていうのがあるから。バレてないと思う人、半分バレてんじゃないか。半分バレてんじゃないか。半分バレてんじゃないか。まあ、ちょっと少し、今日はですね、4部、ゲストは4チーム、5チームしかないので、ちょっと時間がございます。引っ張るんですね。ちょっと少し MC、少し、ネモショーもね、何年くらい踊ってる。あ、どうぞ、ほら。はい、何年くらい踊ってる。30年くらいですね。30年くらいって言うと、やっぱり、結構、もう、大ベテラン、どこ行っても一番年上になっちゃうね。いや、そんなこと、ベテランは。大御所も。エイさんね、まあ、そういうやっぱり結構何でもやってきたタイプだよね。ね、好きでね。注意された。あちゃこちゃ言ってた。うちで言うとね、後藤さんですね。はい、松也、はい、何年くらい踊ってんのさ。え、そうですね、20年くらいですか。20年くらいやってんだね。もうやめない、やめようと思ったことないですか。いや、もう、なんか、本当は僕を踊らせてるんです。かっこいいね、相変わらずね、言うことがね。どういうメッセージをあなたは持ってるの。僕ですか。僕はですね、一人で弾けてはっちゃけるより、みんなと一緒にはっちゃけてやった方が楽しいって思うんです。だから、みんなで、ね、はっちゃければなって思うんです。それからこの先もみんなでちょっと、ね、さっきのさっきのあの2人、仕込みですね、これはって。ちょっと少し謎めいてますけど、本当に仕込みなの。いや、仕込んでる。仕込んでないよ。アドリブ。アドリブです。ちょっとお水だけ、お水。アドリブ。アドリブです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。仕込みじゃない。何の話してるんでしょう、お前は。何の飛んでたんだ。OK、わかりました。はい、ちょうどお時間となりました。もうありがとうございます。はい、メモショー、松也、ありがとう。相手見てね、俺もね、オールドスクール、もう20年も30年もやってたのも、大抵、俺が入って今 MC しようってこと自体がアドリブですから、アドリブとかついてくるんだろうなと思ったら、見事に食われましたね、僕はね。さすがのキャラクターでした。ありがとうね、サンキュー、ネモショー。マッキー。